皆さんこんばんは、えななです。今日は手帳作りをしていこうかなと思います。ご存知の方がいらっしゃるかわからないんですけども、レッツっていうクリア手帳、それを100均のものを使って今日は作っていけたらなと思っております。ミシンが使える方はミシンで作るとより丈夫かなと思いますが、私はできる限り強力の両面テープかグルーガンで作っていこうと思います。で、先に準備していただきたいのがバイブルサイズの手帳、6穴の手帳とソフトタイプの A4 サイズのカードケースで、ダイソーとかセリアとかどこでも大丈夫です。あと私はセリアで準備したんですが、フェイクレザー、ちょっとピンクとかがあると思ってたんですけど、私が今家にあったのがこの2色しかなかったんで、ちょっとどちらでやろうかなといったところです。であとはこういったもの と、グルーガンとかがあれば多分できるかなと思っているので、よければ最後までご視聴お願いいたします。解体をしていくんですけど、これを怖いと思われる方もいらっしゃるんですが、意外とできます。ちょうど邪魔になるので、この折れ線のところでカットします。この留め具の部分だけこれ残して、邪魔なものはカットします。で、何箇所か私はこうハサミを縦に入れて、でカッターでこの根元のあたり切り込みを入れます。でこういったペンチ、平ペンチで無理無理こう引っ張る感じですね。切り込みがうまくいってるところはすんなりいけます。で、1箇所取れたら結構ギュッといけたりするので、ちょっと透明だと見えづらいので、このまま行こうと思うんですが、ちょうどここもありますので、縦20センチでカットします。で、これ多少ずれたりとかしても防火が来るので、フェイクレザー多少のズレは大丈夫です。で、20センチやったらちょうどこう真ん中こう印をつけていただいて、
まっすぐ置いたら、この金具を当てて、これはちょっとクリアな方1センチぐらいの線をつけます。この端から端まで、これは、2センチ幅でカットします。ずれてる気もしないでもないんだけど、もう片方は、もう片方じゃない、2本できたら、片側だけに沿って両面テープを貼っていきます。両方を本体に、つけちゃうと、幅が足りなかったりとか、幅が厚すぎたりとかしてはみ出たりとかっていうことがあるので、片方はフェイクレザーに、片方はナースカードケースにつけます。で、こうついてるところに沿って、このついてない側をつけていきます。この剥離紙に合わせて先のところ隠れるようにこう貼っていったら、綺麗にはみ出ることなく貼れると思います。こんな感じで貼ったら、こちら側を外して貼っていきます。
かまあ厚みがある分2センチちょっとで切った方が良かったかな。ちょっとこの白い部分が見えちゃうけど、まあ最初の試作なので、結構フェイクレザーだと結構伸びるので力づくで。こんな感じで貼ります。表から見えないようになるべくしていただいたらいいかな。だから先にこっちから表面から貼っていった方が、まあ表裏ないのでうまくできた方を表にすればいいんですけど。そしたら、ここの印のところに 1mm ぐらいの幅でちょっとペンのね、ちょうどゴミも入ってたし、ちょっとここ入り口止めないと空気が入ってこうなってたので、先にやって止めもう閉じてしまったらダメなので、ちょっとで空気を抜いてから閉じます。こう貼ったらどっちを表にするかを決めて、こっちにします。決めたら、裏側からこのリングを通していきます。ちょっと濡れたのが入ってる。ここがちょっと難しい部分ではあるんですけど、慣れたら比較的で、こうやって合わせた時にちょっと長さが足りないなと思ったら、そこでもう一度切っていただいて、長さを出していただいて、まあ最終的にグルーガンとか接着剤とかを使えば切り込みが大きくなりすぎても大丈夫です。これはこれで、でこんな感じではめて、もう片方はギュッと広げてはめ込みます。ここですね、端っこ足らない部分をまたちょっと、どうしようかな、ちょっと一旦4センチに切りたいと思います。4cm でこっちとこっちですると、ダメか、
2センチ強かったのかな。2センチじゃでもやりづらい。ちょっと2センチやってみる。2センチ、5ミリ5ミリはちょっとやりづらいよね。いいのか。5ミリ残して最初の4センチ何だったのかって言われるとちょっと計算ミスですね。重ねられたで、あの先切ってからにしよう。多分プツっていうのがないようにこう挟み込む感じで1センチ幅を作る。ちょっと太かったけど、これで2センチ分あればいい。でも 1.5 にしよう。だから3センチ。3センチで切る。これを、4つ4つ作ります。これでこうだ。であと金具をつけようと。でこんな感じでできたら全部 1.5 センチ表 1.5 センチ裏といった感じでここに貼ります。もちろんこれグルーガンでも大丈夫です。多分グルーガンの方がくっつくかな。ちょっとやってみないとわかんないんですけど、ちょうど 1.5 センチずつなのでこの幅を利用して。もうなんかご存知の方は雰囲気が伝わるかなと思うんですけど、ちょっとこれはまたこれ使います。で先にこれベルトの通しなんですけど、
この目の薄さじゃちょっとあれだな、やっぱりなるべく硬い方がいいので、幅でも3センチぐらいかな、厚紙じゃない、なんか紙で型を取った方が、先に型を取って、イメージしてだいたいこういう、これかなりオーソドックスなんですけど、8センチ、このくらいで、9センチ、先にこれをイメージしやすいかなと思うので、これでカナルじゃあどんだろう、もうちょっと丸いかもしれないな、2.5 にしようか、でまず 2.5 なので5センチの幅分ほど色にくっつけてもいいかも、これクリアファイルなんですけど、クリアファイルをこれかたどってこれに貼ろうかなと思います。じゃあこれかたどらなくてもよかった。もしあのフェイクレザーで行こうと思う方は5000円、さっきみたいな ここのやり方で 2.5 センチ幅のものを作って、いただいたら9、これまた見えない、
シールを縫いテープ。見えない。切っちゃうと横からの線が見えるんだけど、そこは大丈夫なのかな。独り言になっているので、視聴者の方は答えながら見ていただけると。あまりこれでやると粘着テープがついちゃう。これがパツッと見えてこのまま行こうと思います。で、続いてはこれに通すベルト。これも同じ幅でいいかな。だけど弱くなっちゃうので、同じ幅でいこうかなと思うので、2.5 と何センチするか。ベルトの方がもうちょっと短く細くてもいいのかもしれないんですけど、留める部分と差し込む部分があったらいいので、で、一応厚みが出ることも考慮してちょうどいいんじゃないか。チリの数字にするために10、ぴったり14センチですね。14センチ。同じように角丸くして両面に貼ります。外側が、これは周りがどうなっても仕方ない。
A4 サイズの軟質カードで作ってるので、ちょっと幅がおそらく広いんですけど、まあそこはなんかあんまりこうここを切るとちょっと クリップシーラーの跡、ヘアアイロンとか熱でくっつけようとするとそういった跡が出ちゃうんで、こんな感じでベルトを作ったらちょっとなじませて空気を抜きながらこう、丸みが出るように一応なじませておきます。で、ここに貼り付けたいんですけど、クリアが見えちゃうけど両面テープの跡がつくかな。
そんくらいでいいので、ここが今何センチついてるかな、4センチ、4.5、4センチくっつけるかってなると、このこれね、こうやって開いたりとかしてくるから、ここ、こういう時間差でこうなってきたところは後でグルーガン使います。この今20センチで、ここが10センチなので、こっから4センチ分つけます。で、2.5 センチなので、4センチが1、2、3、4、ここまでつくように、こっち側でやった方がいいかな。もしくはこっちにつけてもいいかな。4センチ分ほど、4センチ分ほど、 1.5、1.5、 こう貼って、このど真ん中が10センチなので、ここか、ちょっと軽く印をつけで接着します。1センチずつ接着をして入るかっていうところで、2センチにしとこう。厚みもコープして、端っこに2本ですね。5ミリ強ですかね、5ミリ強で、上から 5.5 でしたらちょうど真ん中かな。
あとはここにロゴがついてるんですけど、こんな感じで出来上がりました。こんな感じで見えるような雰囲気でできるので、で、あのこう糸のこう線があっても可愛いかなと思うんですけど、でこういうところはどこ行ったかな、こういうの貼ってもよりっぽくなります。今貼りませんが、ちょっとある程度いろんなものをこう接着していってからやろうかなと思ってます。こんな感じで全部で300円かな、できるので、ぜひ皆さんも作っていただけたらなと思います。ちょっと物差しが、よければグッドボタンと、チャンネル登録よろしくお願いいたします。こんな感じで皆さんもぜひ作ってください。それでは今日はこの辺で